はい、おはようございます。カモンマテリアル。マテリアルの坂部五郎です。カモイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は、様々な、才能のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を、追求するために発信している番組でございます。はい、久々に詰まりました。はい。でですね、今日がですね、12月の11日、はい、はい、2回目の放送になるんですが、はい、今日からですね、はい、今日からというか、まあ、今日ちょっとね、いつもとちゃう感じにしたいなと思ってて、今日は何の日気になる日、イエーイ。いやいや、だから言いにこいや、言いにこいや、言いにこいや。いつもはマテリアル通信で、はい、あゆみさんが言ってるんですが、はい、今日ないからね、まずマテリアル通信で、ね、そうですね、ブログの方では紹介はしてるんですけど、あ、なるほどなるほど、はい、配信はないんで、配信はないんで、はい、じゃあ、ブログに上げてる内容を、まあ、ちょっと、まあ、一部ね、一部ね、はい、一部ね、一部、はい、で12月11日は、はい、何の日なんですか。胃腸の日です。胃腸の日、あの、ね、この胃腸、それじゃなくて、胃です。胃と腸の日です。ああ、胃と腸ね。そっちか。はい、胃腸です。そっちか。なんか一二一一でなんかこんな大きなってるから。そういうことじゃないよね。なんで胃腸の日なんですか。師走に入って一年を振り返って、うん、負担をかけてる胃をちゃんと見てあげましょうねっていう、うん、振り返りましょうっていう日となってます。なるほど。もしかして、うん、胃に。胃にいいです。今やっときた、今やっときた。語呂合わせで胃にいいということで、はいはいはい、今日が。なるほど、ね。だから胃腸の腸はついででついてるだけでね。そうです。ね、腸は。はい、あの1211の中には入ってないんだけど、はいはいはい、胃にいいで、はい、なるほどね。はいはい、まあまあなんかあの大阪でいうと土庄町あたりでなんか決められた日にちなんかなって感じですね。はいはいはい、はい、胃腸薬のなんか薬屋さんがなんかね言い出したんかなっていう感じがせないんですけど、はい、増えますしね、はい、なんかあの、はい、僕も若い時よくね使ってましたね。キャベツとか使ってましたから、ね、はい、なるほど、でそれがまず一つ、はい、で他あるんですか。なんか500円玉記念日なんですよ。え、500円、100円だ、ごめんなさい、5倍になってちょっと待って、5倍になってます。ちょっと待って、おもろいおもろい、500円じゃない、100円玉で100円玉記念日となっております。そうですよね、はい、打ち合わせ通り言うてんからびっくりした俺。打ち合わせ100円言うてたのに、ね、そうそう、俺って、はいはいはい、100円玉、はい、100円玉記念日となってます。1957年、昭和32年、日本で初めて100円玉硬貨が発行された日となっております。戦後初めての銀貨ね、そうなんですよね。だからね、100円玉とか銀貨、うん、まあ、戦後のあれですけど、はいはい、ね、戦後なんですよね、100円玉っていうのがね、うん、僕らだってちっちゃい時ほら100円札あったもん、ね、ありましたよ、100円札ね、はい、まだありました、ありましたもん。100円札使えるよって言われましたから、うんうん、まあ、使ってませんけども、あ、思い出した、岩倉朋美や、はい、あ、はあ、はあ、はあ、先言うてて、な、誰やったっけ。板垣退助か岩倉朋美か、なんかそんなんですよね。岩倉朋美、500円札やったっけ。あ、500円ちゃいます。あ、500円か、はい、いやだから、はい、ね、お札、500円札もあったんですよ。500円札は普通にありますね。500円玉なんか結構最近ですもんね。なかですね、はい、全然なかった。ちょっと青い感じのね。そう、青いやつ。500円札ね。そうそうそう。100円札はちょっと赤茶色っぽい。赤茶色やったかな。赤、うん、い感じのね、あれでしたね。そうなんですよ。だから僕ら、まあ昭和世代を ね、使ったことあるよ。うん、ありますあります、うん、あります。はい、はい、500円玉はなかったですもん、なかったんですよ。だいぶ新しい、あれ最初500円玉出だした時って、うん、500円玉の横に日本とか書いてある、うん、そうあれ上下がなかったん知ってます。決められてなかったんですよ、一番最初。ああ、そうなんや、はい、だからどっちもあったんです。ああ、なるほどなるほどなるほど、表面がこれっていうのもありゃあって、上下っていうのが、はい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 、で 今ギザギザでしたっけ今は。いや、多分日本入ってます、うん、偽造防止のためにいろいろな技術が入ってて、はい、
はい、そんな今高橋さんがあのこれやでって言って見せてくれる、はい、2000冊だね、2000冊はね、あの沖縄サミットの時に ね一瞬ありました、ね、いや今でもあるんですよ、あ、ありました、今でもあるんですよ、俺使ったことあるもん、はい、使ったことある、自動販売機使えない、使えない、使えない、いや、はい、使えるやつもあったんですよ昔、使えるやつもあったけどだんだんもう使う頻度が少ないから、ね、メンテナンス大変やから言うんで、うん、なくなっていきましたよね、はい、2000冊もらった時に、えっっていうのがありましたけどね、はい、まあそんな12月11日と、はいはいはい、イチョウの日と、イチョウの日、はい、違うよ違うよ、こっちね、こっちね、こっちね、イチョウの日と、はい、100円玉の日ですね、記念日ね、はい、はい、ということでございました、はい、あゆみさんどうもありがとうございました、気になる日でした俺がさっきに言ったからちょっとびっくりしそうでしたあれいや言ってみたかって俺はい、ということで、はい、まあオープニングはこんな感じなんですけども、今日はですね、はいはい、メインのこのプレゼンありかなしからですね、はいはい、またしも私の映画関係者へのインタビューで、インタビュー、はい、はい、インタビューを皆さんに見ていただいて、はい、話していただこうということなんですが、はい、今日はですね、はい、荒野の果てという映画の、はい、監督の長谷川智文監督ですね、はい、のインタビューを、先日行ってきました、はい、主浜ルミさんっていらっしゃいますよね、女優でね、はいはい、今ちょっと人気でいろんなところにも出てらっしゃいますけども、もともとカメラを止めるなで、うんうん、主人公の奥さん役でね、はい、出てらっしゃって、それでブレイクされた女優さんなんですけど、まあ、彼女もだから言ったらつい最近なんですよ、はい、ブレイクしたのか、でそれまで役者として活動してたにもかかわらず、はい、出る機会がなかなかないと、で長谷川監督も実は彼女と一緒に20年ぐらい前には、うん、舞台をやってらっしゃって、舞台出身の舞台なんですね、舞台役者さん、そうなんですよね、で自分も出てらっしゃったし、演出や作演出もやってらっしゃってっていう感じだったんですけど、はい、なかなかねやっぱりその舞台じゃ食っていけないっていうのがあって、はい、20年前に辞められたらしいんですけど、でも、その主浜ルミさんとか他の役者さんとかと一緒に毎年集まって管巻きながら飲んでるということやったらしいんですよね、はいはい、でその中でちょっともうそろそろなんかやろうよっていうことで、まあ、ある映画を見たことをきっかけにして、はい、ユニットを組んで、そのユニットで映画撮ろうみたいなことで、1回目はオムニバス映画で、他の監督も含めて3人の監督で3本の映画を集めた、家族巡りやとかな、はい、という作品を、出されたんですけど、今回その、第2弾、はい、ということで荒野の果てという作品を、映画撮るの第2弾、第2弾、はい、荒野の果てという作品を、上映されることになりましたということなんですよね、はい、でまあ、どんな作品で、どういう感じなのかっていうところはちょっと、まあ、インタビュー見ていただきながらですね、はい、皆さんにも、判断していただこうと、はい、いうことでございます、はい、ということで、では、判定員の皆さんよろしくお願いします、はい、はい、出ました、いつも通りでございますね、はい、はい、それでは、参りたいと思います、このプレゼンありかなしかスタート。荒野の果てということで監督をされましたそれが、友文さんでよろしいですね、はい、はい、そうです。じゃあまずですね、簡単にですね、荒野の果ての、まあ、あらすじというかストーリーというか説明していただければと思うんですけれども、はい、主人公は、風子、高校2年生です。風子は高校2年の冬、クラスメートで美術部員の、アラン、荒野と書いてアランなんですが、大谷アランにモデルをしてくれと頼まれて、早朝の教室で、モデルになってデッサンをします。まあ、その時にフーコはちょっとわけのわからないなんとなく感覚に襲われて失神してしまって、でそれを見た担任の教師が誤解をして、アランは退学になってしまって、その後2人会っていないという状況で、8年後にやっぱり風子にとっての初恋というか、感覚は何だったんだろうというのはやっぱり確かめたくなって、もう一度、8年間会ってなかったアランを探して、もう一回デッサンの続きをしてくれというふうに頼むというような話です。はい、で私も見させていただいたんですけども、はい、はい、すごい特徴的だなと思ったのは、はい、主観映像があんまりないんだなっていう、完全にも客観映像がほぼほぼで、はい、風子が
8年後のデッサンの後に自分の気持ちにこう整理をつけていく段階でようやく主観映像が出てくるという感じの仕組みになってたんじゃないかなと思うんですけども、はい、あれはもう完全に狙った感じなんですよね。そうですね、心情表現というか、キャラクター自身の心情を描くシーンはそこにだけあってあとはないというふうなイメージです。あ、そうそう、一番最初に僕言い忘れてたんですけども、なのであの別に何かされることはないので落ち着いて、はい、あれで全然大丈夫なんですけど、はいはい、すごい何か無茶ぶりをされるのかと思っていやいや全然そんなんじゃないです、はい、監督として、まあ、今回のこの作品を通して一番伝えたかったことって何なんかなっていうのをまず聞きたいなと思うんですけども、はい、一番伝えたかったのは映画は自由であって、この映画に価値があるとかないとかっていうのを、決めるのはお客さんでもないし作ってる側でもなくて、映画は等しく全てに価値があるというふうに自分は思っているので、価値を今見出しにくいと思われる手法で自分の考えていることを表現しようというふうに思いました。なのでこの映画を見て感動して泣いたりとか大笑いしたりとかっていう方は、まあ、少ないと思うので、ただこの映画を見て興味を湧いて面白いと思うっていう方が、あのもしいらっしゃれば作品としては成功だっていうふうに考えてます。文化的価値観を醸成できるかみたいな話なのかなっていうふうに思ったんですけど、そしたらすごいこうある意味この作品って壮大な仕掛けの中の一コマなんですね。そうですね、自分にとってはもう人生をかけたチャレンジみたいなイメージではね。なるほど、そっか、そこまでのものだっていうことなんですよね。だからこそたくさんの人に見てもらっていろんな人たちにいろんなことを感じてほしいなっては思いますよね、はい、その通りです、はいはい、まあ、そのためのある意味、仕掛けであるという昨今の作品っていう感じですね、はい、そうですね、はい、はい、その通りです、もう設定から何から、まあ、もうほぼほぼチャレンジングな内容だなと思っていたので、はい、その主人公演じるにも結構この絶頂感ってどうすんだろうって、はい、それは悩んだんやろうなとも思ったし、あとあの、はい、大谷亜蘭役のね、彼にしても、はい、彼もまた不思議くんなので、そこを、はい、不思議くんに見せるように演じるって大変ですよね、多分ね。でも正直言って2人とも根が不思議ちゃったんでまあまあそっか、当て書きなんでまあそっか、空港に関してはもう当て書きなんで、あなるほど、不安なく発揮されてると思います。なるほどなるほど、普段まああんな感じです、はい、でも今回撮影は長谷川さん自身がされてる、はい、自分でやってます、はいはい、カメラってめっちゃ勉強されたんですか？ずっと結婚式 の, あの撮影の仕事をしてるんですよ。なるほど。映画とは全く接点がないんですけど、はい、ちょっと結婚式って特殊で、はい、あのブライダルのカメラマンをずっとやってます、はい、今もやる、はい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 、撮影にはこだわりはあります、すごく、はい、絵作りの仕方がすごい綺麗な絵というか、わざとこうしてるっていうのも含めた意味で狙ったカットをすごい多く撮ってらっしゃるっていうのはすごい感じてたので、はい、でも監督しながら撮るのって難しくないですか？まあそう思ってたんですけど、うん、カメラマンを他にお願いするよりかは全然多分楽なんだなと思う。ああそういうことか。ドキュメンタリーみたいなイメージですね。はいはいはい。ワンシーン長撮りをしてるので、もうそういう意味では舞台をやっているライブで撮ってるみたいなイメージです。そういうことか。主観視点の撮影があんまないだけに、はい、割とあのカメラ回してまんまで 見てられるというか、そうですね、基本画角から出ないようにしてくれてさえいればなんとかなる。そうですね、感じです、はい、もう撮影現場での前に稽古、お芝居みたいに稽古しちゃったんで、はいはいはい、現場ではもう芝居つけてないです。でやりすぎるとあのお芝居になっちゃうんで、はい、なるだけ、まあとにかく芝居をさせないようにさせないように頑張りました。稽古をするのに芝居をさせないんですか？はい、芝居をするって、いや演者さんって何かキャラクターを演じて、うん、その相手とのコミュニケーションを取ったり噛み合わせようとするんですけど、うん、不思議ちゃん同士なんで噛み合っちゃいけないんで、なるほど、2人が本当に噛み合わないように、誰とも噛み合わない、会話も噛み合わないし、考えてることも理解できないようにするために、噛み合わせようとする、お芝居練習すると噛み合わせようとするんで、それをなんでこういうふうに言うんですかってセリフ聞かれるんで、はい、なんでそういうふうに言うのか、不思議ちゃんには理由はないので理由は考えないでくださいってすごく言いました。自分のこれを言う気持ちがわからないって言うんで、それが分かっちゃ面白くないんで、うん、あのそこは探らない、深く
探らないようにしてくださいっていうのを2人とも言ったんですけど、もともとが不思議ちゃんなんで、そこはそんなに他の人たちはやっぱり噛み合ってない人に対してすごく噛み合わせようとする役者さんたちに対しては説明しました、はい、不思議ちゃんと話してるんで不思議ちゃんが言ってることを真に受けちゃいけないっていうことで、うん、まあそれはすごくうまくいってるかなと思う。つまり稽古でやったのは、はい、不思議ちゃんだという認識で対応してくださいということを練習したということですね、はい、そうですそうです、そうです、そこをどう確認しとかないと現場で噛み合っちゃうと単なる恋愛ドラマになってしまうので。ですよね、はい、そこが肝で、はい、それを俳優さん、キャリアがある俳優さんは言えば理解者はくれるので、はい、そこがもうちょっと肝です。なるほど、そこがうまくいったと。シュハマさんとかが出てるシーンあるじゃないですか、はいはい、あのシーンとかまさに、はい、そういう感じですもんね。はい、あ、こいつ何考えてんだろうって言ってもしょうがねえやみたいな感じで。そうですそうです。あ、なるほど、今分かりました。だからあのシーンが、はいはい、主人公が不思議ちゃんであるということを見てる人に分からせるシーンだったんですよね、はい、そうです、はい、そうということですよね。今までのは何だったんだ、はい、こいつ何なんだろうみたいな、その、まあ、ガムのやり取りとかもあるけど、はい、そんなことよりも はい、あそこで初めてこの子不思議ちゃんなんですっていうふうにカミングアウトしたシーンってことですね、はい、そうか、なるほど、それの稽古をやった。あ、はい、それ大事ですね。そうなんです、めちゃくちゃ大事ですね、はいはい、あ、なんで現場ではもう2回ぐらい通して、はい、1個はフィックスで撮って1つは手持ちで撮って、はい、OK みたいな感じだったので。ああ、そっかそっかそっか、なるほど、はい、そんなにこっちから撮ってこっちから撮ってっていう関わりがないので。では最後にですね、監督から、見てらっしゃる方に一言メッセージをよろしくお願いします皆さん、さっき言ったように映画を愛する気持ちっていうのが今僕はすごく世界で薄れてきているような気がします。僕が、まあ、青年時代とか若い頃はどの映画もキラキラ輝いていて面白くないって言われる作品でももう見たくて見たくて映画館に待って風切る待ってっていうような時代だったので、今愛される映画ってどんな映画だろうっていうふうに自分で考えて、まあ、自分が愛すべき作品をまずは人に見てもらおうというふうに考えて作りました、ぜひ見てほしいと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、いろんな意味で見どころはたくさんあるんじゃないかなと僕は思ってはいるんですけど制作者の立場として見たら、はい、わ、これすごいシュールやなと思いながらずっと見ていたので作ってる方もドキドキなんですけどね本当にもうやばいです。でだから今回結構ほら、セリフのない無音ではないけどその環境音しかないっていうシーンが多いじゃないですか、はいはい、本当にチャレンジングな作品やなと思って僕は見させていただいておりました。はい、はいはい、まあなのでぜひぜひ、映画館で、はい、最後まで見ていただいて何か感じていただければっていう感じですね。はい、そう、その通りです。はい、わかりました。では、はい、きっと、スタジオで、みんなが丸を出してくれることを祈りながらインタビューを終わりたいと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ということで、終わりました。ありがとうございました。はい、という感じで多分この僕として、まあ、見た僕としてはね、はい、多分このインタビューを見ていただいた人が映画館行ってみたらそういうことねっていう感じになるような感じにはなると思います。だからだいぶ映画の内容を補完してますから、うん、このインタビュー見た人は荒野の果て見に行った方がいいです監督が何狙ってたのかが確実に分かるので、はいはい、狙い全部言ってくれてますから、はい、あの演出方法がね、はい、ほんまに僕先週ぐらいに、ね、ちょっと言ってたところやったんです。よし、分かった。それはじゃあ判定終わってから話しましょう。はい、はい、ということで判定いきたいと思います。はい、このプレゼン、ありかなしか、判定！はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、まあまあ、とりあえず、長谷川さん、大丈夫でした。ありがとうございました。
ちょっと安心って感じなんですけど、はい、いやなんせねもう30分超えてたんですよこれ、うん、ちょっとドキドキしながらやってて、最初本当にねおっかなびっくりで喋ってて、ネタバレを今入れると、実はあの内容っていうのは1回インタビュー終わってから、ありがとうございましたって一番最後のやつを言ってから、その後ちょっと世間話をやり始めたらめっちゃおもろい話が出てきたから、それを真ん中にぶち込んだっていう形になっていて、実際にはあれ30分以上ある内容のやつを無理やり10分にまとめてますんで、もっといろんなこぼれ話はあります。はい、またそのうちねどっかでお見せできればいいかなと思ったりはするんですけども、はいっていう感じでございます。どうでしたか高橋さん。ね、さっき聞いときゃよかったですね。今回この監督のインタビューなかった見たんで、はい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 、インタビューのために見たんじゃないので、なるほどなるほど、自由に見たんでね、はいはい、分からない部分が多かったが、まあそうかっていう感じ。だからインタビュー聞いたら、ああそういうことかっていう感じになるでしょ。でもだからこう機械で見るとちょっと難しいところはあるかな、うん、まあまあそうでしょうね。僕も正直で理解しかねるところもいくつもあったんで、ただその狙ってるのは分かるんですよ、その主観映像がなく、うん、客観映像だけでずっと押していくってすごいなって、でだから何を言おうとしてるんだこれみたいなんで、ずっと最後まで見ていくみたいな感じだったんで、正直言って最初のうちは相当我慢して見てた感じはあります。ただ確かにこのインタビューで、監督が明かしてくれたことを、頭に入れると全部すっきりするというか、あそういうことかっていう、だから僕はやたらとインタビューの中で、ああそういうことかって言って何回も言ってたと思うんですけど、本当にやっとそこに答えがあったっていう感じでしたね。はい、ブライダルでやってらっしゃったからなんかどうか分かんないですけど、映像すごい綺麗に撮ってらっしゃったし、役者さんたちもすごいいい芝居をしてらっしゃるというか、不思議ちゃんぶりをいかんなく発揮されていていい感じなので、一つの映画史の中での一つの作品として、ぜひ、見に行っていただきたいなと思いますけど、はい、ということで本日のこのプレゼンありかなしかでした。はいということです。はい、はいはい、じゃあ次行きましょう。はい、はい、あゆみ、はい、おはようございます。はい、マテリアルのお店の情報です。本日ですね、マテリアルのチョイスの日ということで、はい、今日11日土曜日は、ファーストチョイス、はい、12時オープンの13時スタート、はい、で、はい、アルマゲドンです。アルマゲドン、アルマゲドンです。はい、アルマゲドン、何ですかそれ。わかんない。でセカンドチョイスは17時オープンの18時スタートで、テッド、はい、テッド来ましたね。テッド、ちょっとね、私ね、すごく楽しみです。吹き替え版がね、アリオスさんやったりですよね。はい、すごく楽しみです。はい、で、12日日曜日、明日ですね、ファーストチョイス13時オープンの14時スタートで、スーパーマンです。スーパーマン、わぁ、懐かしいな。あれでしょ、クリストファー・リードですかね。はい、1978年の、はい、もう僕らがもうドンピシャリですよ。はい、ねね、はい、楽しみます。はい、はい、でセカンドチョイスが17時オープンの18時スタートでテッド2です。はい、ワンツーとね、今日と明日で、はい、楽しみますのでぜひぜひお越しください。はい、はい、参加費の方が1500円で、はい、ドリンクとお菓子付きとなっておりますので、はい、はい、お越しください。お待ちしております。はい、はい、で次の日ですね、13日の月曜日はチームラッシュ、はい、はい、走る日です。はい、がございますので、はい、ぜひぜひお越しください。18時オープンの19時スタートで走り出しますので、はい、はい、その間の時間でね、来てもらって19時までに来てもらえれば走れますので、はい、ぜひぜひお越しください。はい、はい、お知らせ以上です。はい、ではでは、ありがとうございます。はい、高橋さん、はい、はい、おはようございます。シネマコミュニケーター高橋幸です。シネマっていうのコーナーでございますが、はい、スーパーマンをスクリーンで見たことのない高橋でございます。あ、テレビでやってたもんね、ずっと、ね、テレビでも見てない。あ、そうなぜかね、うん、マーロン・ブランドが好きじゃなくて、おー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 、怒られますけどね。マーロン・ブランド嫌いなの？ラン2からは見に行ったんですけど、はいはいはい、そういう変な見方をしてる、はいはい、ね、アルバーゲドンも見ましたけどね、うん、感動作って言いますけどね、うん、良さが分からないって、うん、ね、皆さんね、評判いいんですけどね、まあまあまあ、はい、だからそれに対抗して今日いいの対抗したんですね、はい、対抗されましたよ。皆さん家でチョイスして見ていただきたいと思います。
はい、お話したいと思いますけども、はい、2作目がですね、ラバンバでございます。ました、ラバンバ。はい、こちらは、1987年のアメリカ映画ですね。はい、監督がルイス・ベルズで、主演がルー・ダイヤモンド・フィリップスって言って、はい、一時我々人気があってね、ヤングがシリーズでですね、はい、あの本決ですよね。母親がフィリップとか中国の血が入ってて、うん、お父さんもアイルランド入ってる、ね、うん、感じですね。これ、歌詞のあれですね。歌詞の物語ですね。ラバンバね。ラバンバね。はい、そうそう。ラバーバンバ。だから、17歳で3曲ヒットした歌手。はいはい、誰や、リッチー・バレスがいるんですけどね、はいはいはい、あの1年間に3曲ヒットしたんですね、はいはい、で今後どうするかって17歳の時に、はい、まあ、ヒットしたからどうするかっていう時に、はい、彼が、ね、飛行機が嫌いだったんです、はい、だからあの始まるの内陸だけ、うん、あの内陸ツアーっていうか、うん、車できるところのツアーだったんですけど、人気が出てきたから、はい、やっぱアメリカの国内での飛行機の長いツアーにならないんです、はい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 、でもずーっとでも頑なに断ってたんですね、うん、はいはい、ででもどうしてもしょうがないからって言って、うん、初めて飛行機乗ったんですけど、うん、それで飛行機事故なんです。なるほどなるほど。そういうね、はいはい、あのまあどっちかというとジェームス・ディーンに近いですけど、はい、そういう話ですね。もうこれはそれはまあ皆さん有名なんで、うん、もうあらすじネタバレしてもいいですけどね、はいはい、あのちょっとこうクリスマスに少し見てほしいなっていう作品でございます。はい、はいはい、で、はい、これで泣かれへんかった人、はい、これで泣きよっていう感じでください。はい、またちっちゃいね。これね、それはだから君に読む物語だから、その、はい、そういう、そう、本のサイズですね。はい、ね、はい、こちらが日本はですね、2005年のバレンタインデーの直しで2月5日に公開されました。はい、監督は、ニック・カサベス、はい、ジョン・キューとかね、なんかやってますね。はい、これ、そして出演者がライアン・ゴズリング、ララランドの彼ですね。そして女の人がシャーロック・ホームズシリーズのレイチェル・マグダフス。はいはい、そしてジェームス・ガーナー出ておりますけども、これが尺になってますね。ジェームス・ガーナーって、うん、昔ね、有名、うん、あのいろんな人いました。はい、そして、ジーナ・ローランズ、はい、グロリアのね、はい、ですけど、現在は90歳ですけどね。いやこの時はちゃいますけどね。はい、一応、まあ、あのその老婆の役をしてます、はいはい、まあ、認知症を負った老婆がいて、うん、その人のために、うん、老人がですね、ちょっと本を読んで。はいはい、っていう話で、はい、で、その話が何かというと、1940年 の南部の物語の男女の物語の話を読んできます、はい、っていうことなんです、はいはい、でもその話は一体何なのかっていうのが、うん、またラストで明かされて、なるほど、あーたまらんでっていうのが全てがまあ分かるっていうことなんで、まあまあ君に読む物語なんで、はい、ほとんどもうネタバレしてますよね。そうですね、はい、でもね、それは分かってても、うん、あーっていう感じで、ね、うん、ぜひともちょっとクリスマス、はい、皆さん読み合いをしてほしい、ね、読み合いね、はい、まず見てもらって、はいはい、なんかそういう物語を、はい、見ていただきたいなと思います、はい、またこれ、よく似た作品を今後、うん、紹介なるほど、なるほど、これ、ね、前振りね、これ前振りやもんね、認知症の方に、はい、こうで、うん、そのまあ、その認知症はやっぱりね、はい、回復するかどうかっていうところがね、はい、思い出によるんですよね。なるほどなるほど、はい、そういうところを含んでる作品になります、はい、これは泣きますよ。アルマゲドンより泣くよ。だから一応アルマゲドンここで見ていただいて、その後でこれ見て、俺見たら見て、ね、はいはい、ぜひとも日本熱中症な映画を見ていただきまして、はい、今日の日本を見ていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。はい、エンディングでございます。はい、ということで、はい、またしても走り抜けてしまったんですが、まあ、あのアラノマハテもシネ、ヌーボー、はい、今やってるところだと思いますので、はい、情報出てますが、ぜひぜひ、映画館でね、そうですね、あの、いや、映像本当に綺麗だったんで、うん、あの映画館で見てほしいし、あとね、そのそうですね、ひそひそ話みたいなのが多いんで、うん、映画館のスピーカーから聞こえる音の方が多分拾いやすいと思うので、はい、あの映画館で見た方が絶対いいんで、うん、ぜひぜひ映画館に見に行っていただきたいなと、はい、思います。はい、まあ、あの先週も言ってましたけど、ちょっと今月ですね、あのもう映画祭りっていうぐらい映画関係者の、うん、話ばっかりで、うん、来週も関西初の映画の主演女優にインタビューしておりますので、はい、ぜひですね、来週のカモマテリアルも見ていただきたいなと思います。はい、はい、それでは、今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。